一応初めてとなるな。私が諸君の指揮隊長となる倉雨だ。指揮隊長？そうだ。諸君は私の指揮下に入ってもらう。すでに魔法局局長アレシア・アルラシアより許可が下りている。マザーから？お帰れ。こら、俺らマザー以外の指図は受けねえぞ。おめえはお呼びじゃねえんだよ。こら、てめえ、こら！おわ！やめなさい！キャー、強いね、あの人。ざっけんな！マザーの決定だと言ってたでしょ。あなた、マザーの命が聞けないの？気が済んだか。以後、諸君は私の指揮のもとミッションに参戦してもらう。こちらから指示のない時は他の候補生と同じように院内で生活するがいい。院内で？そうだ。今までそんなことしてなかったのに、なんで急に？それもマザーから？ああ、ドクターアレシアからの指示だ。ふん。それと候補生マキナ、候補生レム、入れ。本日付でクラスゼロへ配属となる候補生マキナとレムだ。マキナクナギリです、よろしく。レム時宮です、よろしくお願いします。お目付け役ってところかしら。別名あるまでは自由にしろ。諸君の成果を期待する。クリスタルの加護をあれ。改めてよろしく。この間は助かったよ。うん、助けてくれてありがとう。でもクラスゼロって本当にあったんだね。私たちの間じゃ来年から七不思議の一つに加えようって言われてたくらいだし、それにすごいよね、たった三人でルシまで倒しちゃうなんて。あ、そういえばあの時みんな武器も魔法も普通に。ちょっと先にご挨拶くぽ。本日より皆さんに朱雀からの作戦や指示を伝えるミリタリーオペレーションオーガニゼーションガイダンスロジスティックスエキスパート、略してモーグリクポ。人によってはミリタリーオペレーションガイダンスでモグと呼ぶくぽ、好きな方で呼ぶくぽ。よろしくお願いするくぽ。好きな方？じゃあモグリンだ。モグリン、モグリン、モグリン、リン。違うクポ、リンはいらないクポ。それに名前は別にちゃんとあるクポ。ん？なんていうの？ハッツミカミネロート様子なエリプロチクポ。ん？でも難しいからモグリンでいいよ。いいよって。何クポ？なんだここ？墓地って言うんだよ。あんだ墓地って。消えた人たちの名を刻んで歴史を残すところ。私たちは死んだ人間の記憶を失いますからね。死んだ人間に生きてる人間が縛られないようにするクリスタルの配慮だって聞いたことあるけど。だから生きていた証としてノーイングタグを出撃前に残す。引き取り手のいないタグは死んだものの証になるからね。そ
そうして残ったタグの名をここに刻むの。スザクのために死んでいった人だって。私は出会った人や一緒の作戦に出る人の名前を必ず書き留めておくの。そして作戦が終わった時に知らない名前がないか確認する。そこに覚えていない名前があった時はここに来て知り合いだったはずのその人を探す。思い出すことはできないけどね。兄さん、俺クラスゼロに入ったんだ。あの幻のクラスゼロだよ。マキナ。兄さんに報告してたんだ。とは言っても兄さんがどんな人だったのかさえ思い出せないけど。お兄さんはスザクを守って任務を成し遂げて亡くなったんだね。でも変なんだ。変？あの首都解放作戦で兄さんは出撃したことになってないんだ。え、どういうこと？軍部に問い合わせても教えてもらえなかった。出撃命令がないのにお兄さんは戦場にいた？それか記録には残せない極秘の任務に当たっていたか。マキナのお兄さんだもの。きっと精一杯できることをしてたんだよ。そうだと思いたいな。でもなんであんな最前線にいたんだ。なんで死んだんだよ兄さん。君たちとはクラスの外でもよく会うね。は？同じ魔導院で同じクラスにいる。会うのも当然だろう。そうだけどさ、俺はレムがスザクに来ていたことも知らなかったからね。私だってマキナがいるって知ってたらちゃんと連絡してたよ。2ヶ月もすれ違ってたなんて信じられない。お二人は以前からお知り合いだったのですか？俺たち同じ村の出身なんだ。うん、合同演習で7年ぶりに会ったんだよね。変わってないからすぐ分かったよ。私はマキナが大きくなっててびっくりしたよ。村にいた頃は私より小さかったのにね。そういうところも変わってないんだよな。特殊連絡が入りました。特殊連絡？はい、モーグリさんからの招集連絡みたいですね。ふーん、じゃあ教室に戻ってモーグリに聞いてみよっか。はい。ところでコムってなんだっけ？あ、スザクから支給されている通信機ですよ。クリスタルオリエンティッドメッセージングメディアム。その頭文字を取ってコムと呼んでいるようです。ご苦労。さっさと行くぞ。燃えてきた。応援してます。頑張って。頑張ってください。急いで門を閉めろ。任務を開始する。待ってくれ。くそ。
やってやる。そこな朱雀の方、面倒でなければ伺いたいのだが。あ、はい。我らは総竜府の使者だ。急ぎ院長様に会わねばならん。それで院長室の場所を知りたい。着いた時にお聞きしたのだが、景色を見ていたらすっかり迷ってしまった。院長室でしたらちょうどこの先にある魔法陣から行くことができます。おや、私たちは随分と遠回りしていたようだ。自信ありげに歩いているからすっかり騙されてしまった。助かり申した、朱雀の方。あなたの歩む道に光があらんことを。協力感謝する。じゃあ倉庫の屋根に穴を開けた時のことは？ものすごい剣幕で叱られたね。それは忘れてないよ。そうだね。死んだ人のことはクリスタルが忘れさせてくれるけど、何があったかは覚えてるもんね。私、村のみんなのノーウィングタグまだ持ってるよ。村を焼かれた時、戦う力がなかったのが今でも悔しいよ。あの時の私たちはまだ子供でどうにもできなかったね。マキナ言ってたよね。いつか強い戦士になって悪い大人から私を守ってくれるって。忘れてないよ。それなら私をお嫁さんにしてくれるって約束も覚えてるよね。え、あ、いや、そのあれは勢いで言ったっていうか、だから。ふーん、結構本気にしてたのにな。マキナ冷たい。からかうなよ。あ、噂のクラスゼロさんね。はじめまして、私はカルラっていうの。よろしくね。よろしく。ああ、噂をお伺いしていますよ。成績優秀な優等生のカルラさん。優秀って言ってもクラスゼロの皆さんにはかなわないですよ。へえ、優等生さんなんだ。そんなことないです。ただ困ってる人をほっとけない性質で。お優しいんですね。お二人はなんか困ってないですか？ほんとね、トレーの嫌味言うとこにちょっと困ってる。え、なるほどなるほど。ならカルラによる性格矯正講座はどう？どんな人格破綻者もこれで一発、みるみるうちに従順な下僕に。人格破綻者、下僕。ただいま特別入会キャンペーンで一講座なんと25万ギルとなっております。高っ。さすがにトレイのためにそこまで出せないかな。ち、意外に財布の紐が固いのね。まあ、また何かお困りの時はぜひ私に相談してね。面白い人だったね。私、そんなに嫌味言います？ははは
冗談だよ。多分。マキナ、調べ物か？ああ。首都解放作戦報告書？何が知りたいんだ？ああ、いや、ちょっとな。そうか。なあ、極秘任務記録ってやっぱりクラスゼロでも見せてもらえないんだよな。極秘任務の閲覧権限があるのは局長クラスくらいだろう。どうしてそんなことを聞くんだ？いや、ただの興味本位だよ。あら、お二人で何を話しているんですか？いや、大したことじゃないよ。じゃあな。私、ひょっとして邪魔してしまいました？エースさん？少し懐かしい感じがする。懐かしい感じですか？マキナを見るとなんだかそんな気になる。以前どこかで会っていたような。どういうことです？わからない。なんでだろうな。僕の理論では合っているはずなんだけど、やっぱりサンプル…うわぁ！急に背後に立たないでくれるかい？クラスゼロは侮れないな。僕はカズサ、一応武装研究ギルドの研究者の一人だよ。よろしくお願いするね。そうだ、ちょうどクラスゼロにお願いしたいことがあったんだ。一緒に来てくれないか？君も忙しいだろうから時間ができた時でいいよ。クラスゼロの子なら誰でも歓迎だから、他の子たちにも伝えといてくれると嬉しいな。ほら、ここが僕の秘密の研究所なんだ。さあ、入って入って。やだな、そんなに怒らないでよ。ちょっとした興味が高じちゃってさ。倉雨くんの時よりは軽い薬だから大丈夫だよ。と、はい、ごめんなさい。あ、ほら、薬が切れてきたよ。もう目が覚めるから大丈夫って。おい、倉雨くん、一緒に帰ればいいのに。倉雨くんって無駄に照れ屋だよな。まだ薬がちゃんと切れてないな。仕方ない、運んであげよっと。ご苦労。一気に行くぞ。燃えてきた。よし、出撃。クポ、クポ、噂の魔人部隊か。生かして返すな。
ぽ。その調子だ。このまま攻撃を続行せよ。これ以上やられるわけにはいかん。敵の本拠地は陥落しつつある。突入して制圧せよ。噂の魔人部隊か。生かして返すな。クラスゼロ、任務を開始する。842年岩の月、アギト候補生の本格参戦により、スザクの湿地回復は劇的な進展を見せ始めていた。候補生の挙げる華々しい戦果を受け、八石議会は大規模な領土奪回を目指す大反攻作戦を可決。その知らせは即時候補生に通達された。第25歩兵連隊は後方に転戦。スザク軍の動きが活発化し、ソリュウ軍にも呼応が見られます。うん、ソリュウの現状は慎重派だ。本格的な参戦ではあるまい。はい、後方支援を基本とし援軍を送るにとどめている模様です。追って指示を伝える。下がれ。はっ。そろそろ貴様にも働いてもらうぞ。いいだろう。彼を使うおつもりですか。貴様は気にかけることではない。報告をしろ。はい。吸気管の稼働は順調です。対象を発見さえできれば直接干渉域において制御下に置くことができると思われます。捜索を急げ。そのための手段は問わん。はっ。歯車の周り、想像以上に早い。イカズチが鳴る前にことを済まさねばな。主教が？それは我らを守ること、いえ、スザクを守ることにつながると。我は武士だ。それ以上でもそれ以下でもない。愚問でした。主教は武士であられる。ご判断は正しいでしょう。ではスザク軍は作戦通り動きます。よろしいですね。好きにしろ。我はヌシラにいかなる保証もしない。もしもの時は兵を撤退させることだな。もしも時。
クリスタルの加護を信じましょう。どう責任を取るつもりだね。責任？私の許可なく兵を動かし死なせた責任だよ。これは由々しき事態だぞ。何が問題なのかしら。兵士が一人死んだ、それだけよ。あの子たちは首都奪還作戦を見事に成功させたわ。得たものと失ったものの引き算もできないのかしら。だとしても軍部には石膏も密偵もあの任務に適したものはいくらでもいたというのに、なぜあの青年イザナクナギリでなければならなかったのだ。それはあの子が望んだから。なんだと。どこで出会ったかは知らないけど、エースがあの子がいいって言うんだもん。それだけの理由で子供のわがままに付き合って我が軍から兵を動かし死なせたというのか。十分すぎる理由じゃない。それにスザクの軍よ、院長の許可があり動いている。それに問題があるのかしら。僕が望んだ、僕のせいで死んだイザナクナギリ。エース、大丈夫か？なんか顔色悪いぞ。マキナ、マキナ、クナギリ。なんだよ、改めて。本当にどうした？すまない。あ、変なやつだな。はい、もういいわ。体の方は問題ないみたいね。調子はどう？悪くない。ペリシテリウムには慣れたかしら。うまくやってるよ。そう思う。マザーのところにも報告が言ってるだろ。そういうのは直接聞かないとわからないものよ。僕たちを候補生に推薦した手前もあるし。そこは何も心配してないわ。母親が子供たちの心配をするのは普通のことなのよ。自分で選んだ作戦に参加するのもいいけど、もう少し顔を見せるようになさい。よく言うよ。マザーこそ魔法局の仕事忙しいんだろ。相変わらずってところね。でもあなたたちに会う時間くらいはいくらでも作れるわよ。はいはい。よー、お前ら、はじめましてだな。あ、誰だお前。おっと、俺を知らない人はとんだ素人。俺は女子からも男子からも慕われるみんなのアイドル、ナギだ。よろしく頼むぜ。はあ、よろしくお願いします。おやせよ、デュース。こいつ鬱陶しい系だ、こら。まあそう言うなって。困ったことがあれば俺に聞いてくれよ。こんにちは。君、クラスゼロの子よね。そんなに驚くことじゃないでしょ。君たち有名だもん。クリスタルジャマーに打ち勝ったドクター・アレシアの秘蔵っ子だって。あれれ、何、今度は警戒しちゃってる？わかりやすいね、かわいい。私はエミナ、候補生専属の指揮隊長です。なんて、今は受け持ってるクラスはないから武官の一人と変わらないんだけど。でもあなたみたいな子がいるんだったら指揮隊長続けておけばよかったかな。あなたも
倉鮫君より私の方が嬉しいよね。時間が取れたら会いに来てよ。私は戦闘に出ることはないから院内のどこかに絶対いるわ。待ってるね。会いたかったよ。あら、どうしたの？そんな神妙な顔しちゃって。なるほど、私が白虎の密偵かどうか疑わしい。だから証拠の刻印があるか確かめるために服を脱いでほしいっていうのね。いいわ。ってできるわけないでしょ。大胆なこと言うのね。私の裸は君には刺激が強すぎるよ。はいはい、冗談はこのくらいにね。あんまりしつこいと怒っちゃうぞ。レム、どうかした？うん、あのね、さっき噂で聞いたんだけど、北部戦線に主油卿がいたらしいの。主油卿？スザクのルシが？ルシが理由もなく動くことなんかないでしょ。だから一体何が起こってるんだろうって。確かにルシが戦場に現れるなんてただごとじゃないな。ご苦労。集まったようだな。では始めよう。一部聞き及んでいるかもしれんが、我がスザクは八石議会の裁可をもって国土解放に向けた大反抗作戦を開始する。この作戦には総竜軍と諸君を含めた戦闘可能な全候補生が参加する。各候補生は軍艦の指示に従い、グループごとに独立して行動してもらう。正規軍とは別行動ということでしょうか。正規軍は交渉面より広告軍本体にあたる。候補生の部隊は少数であることを生かし機動性を重視、オリエンス最強の友軍として敵を叩け。我々の向かう場所は？スザク領トゴレス要塞。トゴレスは北と東両国の国境に隣接する地域でもあり、本土防衛の面でも早急に奪還したい場所の一つだ。現在トゴレス要塞は広告軍の完全な占領下にあり、正規軍による奪還は非常に困難な状況となっている。そこで諸君は正規軍が行う奪還作戦に友軍として参加、内縁部にいる敵主力部隊を制圧してもらう。その後要塞内部に残存する敵部隊を正規軍と共に迎撃、トゴレス要塞を奪取せよ。諸君の活躍遺憾では広告兵の指揮を奪うこともできるだろう。アギト候補生としての力を存分に示せ。以上だ。第一次スザク反攻作戦は総竜軍による制空権の確保および候補生によって編成された神出鬼没な友軍の活躍により次々と勝利を収めていく。敗北が続く広告軍は戦線の維持を放棄、クラスゼロが向かったトゴレス地域でも徐々にではあるが広告軍の後退が目立ち始めていた。
敵の主力と認識します。逃がしませんよ。どうする？呼び寄せるか。先にやっちゃうと楽だよね。ええ、逃がしません。こちら第118砲兵旅団、現在敵と交戦中、至急支援を頼む。ちょっとは抵抗してみな。逃がさないよ。クラスゼロ別動隊、トゴレス要塞への侵入を確認。まずは地下倉庫へ向かい、民間人を救出して。了解です。モグ、本部につないで。レディー、コンタクト。どうぞ。民間人の救出は手遅れ。ゼロ九区の生存者はなし。わかった、ミッションに戻れ。了解。これが広告のやり方だって言うのか。なんでこんな子供まで。ここは長期任務地だから、家族と住んでた連中も多かったんだってさ。そんな。イリテスの大地は痩せていて、慢性的な食料不足だ。だから捕虜を取らない。そう、自分たちの食いぶちで手一杯だからね。ああ、クソ悪い。それで国土の大半が乾燥地だった玄武にはアルテマを落としたけど、こちらには落とさない、そういうことなのか。ルブルムはミリテスやロリカに比べれば豊かだ。行くよ、ミッションに戻って奴らをここから追い出す。レム、大丈夫？大丈夫だよ、ミッションに戻ろう。ああ、これ以上白子の好きにさせるわけにはいかないからな。クラスゼロ、任務を開始します。要塞後方に赤を確認、射程に入り次第攻撃しろ。どうです、こいつらは陽動か。うろたえるな、発射は予定通り配置につかせろ。全滅しろ。コードクリムゾン、システムの起動に成功しました。コードクリムゾン確認、諜報部より報告は受けているわ。現在システム起動により、全ての機密文書よりシグナルが発信されているわ。ガイドマーカーを頼りに全機密文書の回収に移って。最後の一つが北の森に向け移動中。機密文書の処理はいかなる事態にも優先されるわ。急いで。シグナルの発信源よりコードが送られてきたわ。送られてきたコードはスザクのもので間違いないわね。脳も独自で回収を図り変装をしているようよ。姿形に惑わされないで。逃がしませんよ。
完了ですね。助かったよ。ありがとう。書類を渡せ。おう。何を。機密に触れたものは朱雀だとしても。待ってくれ。僕はその機密担当の一人だ。担当者は除外されるはずだ。研究者番号12063、確認してくれ。オグレディ、照合完了。研究者12063、イオリ・サイモン、所属魔法局、部門ファントマ。行け。ああれれ、見逃していいの？ファントマは例外。マザーの話覚えてないのか？そうですよ。はあ笑ってごまかせませんよ、シンクさん。作戦終了だ。ミッションに戻るぞ。クラスゼロ、任務開始。現在、正規軍が他方面より要塞奪還作戦を展開中。クラスゼロは南正面より攻撃を開始。敵の注意を引きつけろ。336中隊だ。これより攻略を開始する。793中隊、目標地点に到着。何としても突破しろ。ここを奪い返すんだ。クラスゼロの縄文突破を確認。336および756中隊、交戦を開始せよ。助けましょう。こちら336中隊、要塞内部に侵入。第一種戦闘配置。くさびれ、状況急令。縄文が突破された。助けてくれ、ガーディアンが。793中隊、応答せよ。緊急連絡。西方面に展開していた793中隊の通信途絶。要塞攻略部隊は警戒を厳重にせよ。閉じ込められた。要塞内防衛装置の起動を確認。攻撃対象は要塞にとっての侵入者である我々だ。こちらでエナジーウォールの解除を試みる。それまで待ってくれ。中隊から連絡が途絶えた。早急に336中隊と合流せよ。軍神と生身で戦うな。まず336中隊と合流しろ。それで軍神の召喚が可能だ。
793中隊だ。現在外縁部被害が大きすぎる。防衛装置の解除を急いでくれ。軍心が抑えられない。誰かどうにかしてくれ。障害は取り除かれた。撤退を開始した広告軍が基地内縁部へ集結している。クラスゼロは速やかに内縁部にある4つのエリア制圧へ向かえ。クリスタルの加護あれ。解除はクラスゼロだって。よくやってくれた。756中隊だ。内縁部に侵入した。残存兵力の相当に当たる。の呼び名だけではないようだ。寝るぞ。戦闘可能な兵は、まだだ。でも多く出さねば。思い知れてます。内縁部の制圧を確認。トゴレス要塞奪還作戦は成功だ。正規軍は広告の残存部隊への追撃を開始するが、クラスゼロはどうした。応答しろ。今の緊急通信はどこから入った。なんだ。トゴレス要塞に舶来合流。よし、カタル巡将の作戦通り、あれの到着まで待たせればいい。トゴレスにいる兵に伝えろ。はっ。トゴレス要塞にいる全軍に通達。こちらクサビ。
しばらくこの新型のテストに付き合ってもらおう。行くぞ、赤き魔人ども。行くぞ、新型の魔人ども。すまない、クラスゼロへ新たな任務だ。基地北西部、高速移動する未確認魔導アーマーを確認。撤退する広告の侵害を止めるように勝ち下がっていく。クラスゼロは急行し、未確認魔導アーマーの対処に当たってくれ。時間だ。貴様らの因果にも王法が下る。生き残るならば再び魔人。おい、こら、ずいぶんあっさりと引きましたね。トゴレス要塞に粒子反応、白虎の高型粒子です。出てきたか。要塞内に展開している部隊に通達。識別信号赤、トゴレス要塞に向かっています。バカな、ぶつかる気か。クリスタルは一体何をしようとしているんだ。全部隊に撤退命令。緊急通達、宗教がそちらへ向かわれる。この通信を聞く全部隊は直ちに撤退、戦線を離脱せよ。あれがスザクの武士。ビャッコクリスタルの守護者よ。これは主に与えられた使命か。語ることの葉はない。そうか。スザク総竜軍の圧倒的勝利に終わったトゴレスの戦い。しかし500年ぶりとなった武士同士の激突は、スザク領トゴレスという大地をオリエンスの地図より永遠に消し去った。